どうも力丸です。今日はですね GoPro から GoPro Hero 12が出ましたので見ていきたいと思います。まあ、まずは簡単にですねライバルの DJI Osmo Action 4とスペックの比較をしてみたいと思います。画質についてはですね比較が難しいというところもありますので数値で比較できるものだけ一旦確認してみようかと思います。まず画素数は11の時からそうだったんですけれども GoPro の方が画素数が高いです。 5.3K。 ただ 4K で比較すると 4K120p、 4K で1秒間に120コマということで両方とも同じになります。 10ビットで撮れるっていうところと HDR で撮れるっていうところも一緒ですね。防水性能については GoPro が 10m で Osmo Action が 18m となっていて、まあ同じ条件で耐久実験をしたということでもないと思うので、まあどうも Osmo Action の方が自信がありそうではあるなという印象です。まあ18と 10m なんでね、まあ Osmo Action の方が、浸水に対しては強いのかなという感じですね。最後にどれだけ広角に撮れるかについて見てみるとですね、 Osmo Action が155度であるのに対して GoPro が156度、これたった1度の差って何かまあ恣意的なものを感じるんですけれども、まあ GoPro についてはですねさらにレンズモジュラーというものをつけてですね177度までになるので、まあどれだけ広く撮れるかという点については GoPro の方が、だいぶ大幅に勝ちといったところじゃないかなと思います。まあ早速 GoPro 単体の進化を見ていきましょう。まあざっと見ていって最後にですね、また総括というかちょっと僕のね個人的な主観も含めてちょっとお話ししていけたらなと思います。まあちょっとサイトを見ていきましょう。クラス最高レベルの画質、まあここら辺もね、Osmo Action 4にも同じことが書いてあるので、まあどっちが画質がいいかっていうのはまあ、どう見えてるかっていうのは個人個人で違ったりもするんでですね、何をもって高画質かっていうのがやっぱなかなか数値で表しにくいので、これはそれぞれのですね主観にもよるのかなと思います。まあ、基本的には全体的にちょこっとずつ進化をしているということが大まかには書いてあるといった印象です。コンテン 3K ビデオに最大8倍のスローモーション、まあアクションカメラらしいなところですね。抜群の耐久性と防水性、ただここはねちょっと Osmo Action にはちょっと負けてきているのかなという印象ですね。あちらの方はだいぶ進化してましたね。撥水レンズカバー、手ブレ補正が進化しているということが書いてあります。さらなる進化をしている。で水平ロック機能、これは前からありましたね。360度回転しても水平に維持しますってやつですね。これに関しては Osmo Action 4が真似して今回これができるようになってしまっているんでですね、GoPro 12の独自の機能とは言えなくなってきてしまいました。まあ、ライバルも去るものだからですね、なかなかちょっと追いついて追い越してということを繰り返すような感じですね。で、まあ、このマックスレンズモジュラーをつければ177度まで広角にもっと撮れるようになりますよということですね。結構アクションカメラにおいては広角であることが非常に大事なんでですね、一時画面を見ながら撮ることができないので、画角の中になんとかいろんなものを入れたいというどうしても需要になりますので、そういったことになります。177度の視野角にすると 4K60p までしか撮れないんですね。これはちょっとまあ気をつけないといけないところですね。最大2倍にアップした撮影可能時間、これがやっぱ進化としては大きいですね。ただこれ Osmo Action 4のバッテリーとかなり似てますけど同じものなんですかね、違うのかな。電源管理の改善により、2倍、連続撮影時間が2倍になったと、まあ、かなりの進化ですね。ここに関してはこれはまあみんな喜ばしいんじゃないでしょうか。あとこちらですね、低温環境対応のバッテリー、これもですねOsmo Action 4の特徴でもありますね。同じくこちらも低温での、バッテリーが強力になったと。やっぱり耐候性というかですね、スノーボードとかで使われる方も多いんでですね、寒いところで、あんまり撮れる時間が少ないというのはちょっとやっぱ死活問題なんでね、ここら辺の性能は高いものが要求されますね。 HDR ビデオ、 HDR が 5.3K と 4K60p で利用できるようになりました。
あ、ということは 4K60p ってことで 4K120p って使えないんですね。これは結構きついですね。オズモアクション4に関しては 4K120p まで HDR で使えます。なので HDR、 僕は HDR 使いがちなんですけれども、ちょっとここに関しては差をつけられてしまいましたね。あ、僕はちょっとね、最初の時点では全部、全てのものが HDR で撮れるようになってるのかと思ってたんですけれども、HDR に関しては 4K60p までしか撮れないみたいですね。大きくなったイメージセンサーと書いてありますけど、 1.9 分の1インチセンサーなので、まあそんなには変わらないんですよね。まあライバルの方がセンサーサイズは大きいです。まあそこに関してもちょっと後でですね、そうでもないよということの話をしてみたいと思います。超広角のデジタルレンズ、これ前からありましたね。まあその 120p まで撮るという感覚であればですね、まあ156度、まあ少なくともこれにこの時点でですね155度である、オズモアクション4よりも広角ではありますね。画像処理とサウンド、そこら辺もまあなかなかね、比較のが難しい点ではあります。10ビットカラー、まあ最近はですねアクションカメラあたりでも10ビットで撮れるのが当たり前になりましたね。前は一眼レフでもですね、一眼レフじゃねえや、ミラーレス一眼あたりでも10ビットで撮れないもの、8ビットまでしか撮れないものというのが多かったんですけれども、最近のね、こういったコンパクトなカメラにまでこういった10ビットで撮れるといった機能が、当たり前になってきてますね。タイムコード同期、まあここら辺はね当たり前というかよくあるものでもあります。 Bluetooth オーディオサポート、SNS 向けの機能とかも増えてきているということですね。デュアル LCD スクリーン、まあこれはまあ当たり前ですね。ナイトエフェクト、まあここら辺のね、そのなんていうんでしょうかね、コンピューテーショナルフォトグラフィーみたいなね、そのエフェクトとかをその場ですぐ使えるとか、そのままエフェクトが効いたものでそのままあの撮影することができる、編集をする必要がなくてっていうようなものっていうのが最近これからはですね、まあ割と増えてくるのかなというのは印象はありますね。インスタ360あたりはですね、こういったところエフェクトになるようなですね、エフェクトをつけてそのまま最初から収録ができるといった機能がかなり多いんでですね、こういったものがまあこれからの主流にはなってくるのかなと思いますね。まあこの最適なセットアップといったら、まあモジュラーとかアクセサリーが多い純正のものがかなり多いというのもまあ割と GoPro の特徴ではありますね。まあ大まかにはこういったところかなと思います。あ、書いてありますね、 1.9 分の1インチ CMOS、まあ、最初の頃ね、まあ何ヶ月か前までの予想ではですね、1インチ CMOS センサーになるんじゃないかということも言われてましたけど、まあなかなか難しいですね。このコンパクトさで1インチセンサーを、しかも 4K120p ぐらいまでフルパワーに動かせるっていうのは、まあなかなか処理能力、これぐらいのね7万とか6万ぐらいの値段の GoPro ぐらいのカメラ値段帯のカメラでそれを出すのはやはり難しいのかなといったところですね。ちょっとやっぱり 4K120p で HDR で撮れないのはちょっとショックでしたね。 4K60p までしか撮れない、そこに関してはかなりちょっと、オズモアクション4にちょっと差をつけられてしまったなという印象はありますけれども、まあ GoPro をねずっと今まで使ってきた方にとってはですね、まあ正常進化というところで、まあ買い替え需要にもしかしたら耐えるのかな、どうなのかなという感じですね。まあそこら辺ちょっと考えてみようかと思うんですけど、まあ正直言うとですね、センサーについてはもっと大きくなってほしかったなという印象です。ですけれども、まあ今やですね、もっと小さいセンサーのスマホのカメラでもかなり高画質ですよね。明るいところから暗いところまで、まあ必要十分な画質が担保できているならば、センサーサイズにこだわるということはしなくてもいいのかなとも思うんです。ただ、まあ、特に、まあ、暗いところで画質に不満が出る程度なのであれば、センサーサイズは大きくしてほしいと思いますね。そこまでの進化が今回の GoPro12 であるのかどうかというところが、まあ、ちょっと気になりますね。また、まあ、むしろもっと気になったのは、進化の程度が緩やかになってきていることがちょっと気になりましたね、全体的に。まあ、毎年フルモデルチェンジをしているわけなんですね。もう12になるんですけれども、
毎回かなりの進化をしないと買い替え需要を喚起できなくなってくれるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ライバルの DJI っていうのは、まあ、今や他にもですね、ジンバルからドローンから、まあ、もともとドローンだったっていうのもあるんですけれども、まあ、いろんな商品を扱う巨大企業ですからね、商品開発能力がどんどん上がってきているわけですね。追いつけ追い越せと来ているわけです。まあ、それに GoPro が対抗するにはさらなる価値の提案がますます必要になってくるんじゃないかと思うんですね。 GoPro は GoPro しか作ってないんですよね。もう他ないですよね。以前みたいに360度カメラとかもほとんど更新してませんので、もしかしたらね、商品開発能力が若干減ってきてるのかなとちょっと心配にはなりますけれども、まあね、一番最初、まあアクションカメラの先駆者でありますからですね、これからもですね、まあ、これに特化しているっていうところもありますんで、他のところにね、出し抜かれるようなことなく、確かな、新しい点をしてくれるような進化をしてもらいたいなと思いますね。